こんにちは。お散歩トラベルのももさんと日比さんです。今回はベトナムのダナンで3日間観光しましたので、ダナンの魅力をたっぷりお届けします。これから、ドラゴンが火を見て来ました。もうすぐだと思います。その前に景色をちょっと見せようか。こちらはダナンの名物ドラゴンブリッジです。土曜日と日曜日の夜9時からドラゴンが火と水を吹くファイヤーショーが行われます。ドラゴンブリッジは正式にはロン橋という橋で、全長666メートル、6車線の車道と2メートルの歩道がある大きな橋になっています。目こっち来たか。ドラゴンブリッジができたのは2013年で、歴史はそれほど長くはありませんが、ダナンのランドマークといえばドラゴンブリッジと言えるほど、ダナンの観光名所に今はなっているんですよね。実際目の当たりにしてみるとかなり楽しいので、ダナンに行ったら必見のショーだと思います。ソンチャナイトマーケットにやってきました。匂いがすごい、もうね、匂いすごいね、うん、うわすごい、すごい、あ、ソンチャだから匂うのか。すごいよ。すごい匂い。うわーすごい匂いが。すごいね、これちょっとこの広さを伝えたいな。これこれからそのままぐるーっと回って。僕の奥行きわかるかな。もうちょっともうちょっとそっち来て。ほら、これこれ。すごい奥行き。あららら、あのバッグが売ってる。寒いからさ、あ、いいよ。本があったら買いたいんだよね。オッケー、じゃあ。あ、もうなんかお皿みたいなのもなんか買いたいな。まあ、ちょっと見てからご飯食べようか。これ民芸品だね、ここはね。そう、こういうのなんか欲しいなと思ったの。ここいろんなあるじゃん、ほら、ね、あ、これも完全にベトナムだな。だ、ね、マグネットか、マグネット買おうかな。また提灯売ってるんじゃないの。あ、売ってるんだって。わすごい、なんでこのフィギュアが、フィギュアがこんなに売られている。あ、これ足マッサージしてくれてるんだ。あ、ほんとだ、マッサージもあるんだ。全部韓国の。昔はさ、日本語でずっとさ、韓国の人も話しかけられてるんだけど、今は全部韓国語で話しかけられる。ベトナムへの観光客は今やほとんどが韓国人のようで、現地のお店の人はみんな韓国語で話しかけてきます。それだけ日本人の海外旅行客が減ってしまっているっていうことなんですよね。なんだか悲しい気持ちがしましたね。こちらのナイトマーケットはドラゴンブリッジのすぐ横にありますので、土日のドラゴンブリッジのショーを見に来る人たちですごくにぎわっています。私たちもドラゴンブリッジのショーの前後にここで買い物と食事を楽しむ予定です。さあバーベキュー、
三万多、三万多、四万多、八万多。四万多，什么赛 ？MB 赛。三万多。三万多，違うの？これ辛いの？三万。It's hot. Hot. No, no, no. No. じゃあこれいいのね。うん？大きくない？大丈夫？大きさによって値段違うんだって。これぐらい？How much？三万多。三万。四万。どれ？あと何食べたい？ソーギーチキンか。パパ何食べたい？チキン。チキン。ハナ。Excellent. Very good. 何？うなぎ？うちが。まあ、谢谢。いくら？これも一緒？三万。いや、食べないよ。食べない。お兄、まあ、谢谢よ。まあ、谢谢。芋、芋ってか。ゲジオギ。え？ゲジオギ。ゲジ、あ、豚、ポーク。ポーク、ポーク。ポークでいい？こっち？いや、ポークいらない。それ、ママ。野菜みたいなのがいいな。これは？これは？ゲジ、ゲジ、ポーク。Pork. Yeah. Mm. Just okay. 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 Go here. Here. One, 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 one. Ah, different店から来るんだね。Do you want to be good or not? No, thank you.野菜でいい風に揚げてるわ。あ、これ取るタイプか。はい、はい、はい、どうぞ、お疲れさーん。でも意外と美味しい。初めて見たこのビール。これはね、タイガーはこれはいつも飲むやつ。これも意外と美味しい。タコ、ちょ辛いのかな。ちょっと好き。辛い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 よ。うん。大丈夫？넣어주세요무단이구무단이구또에나에노키다케또니라니라나나먹자프레치킨너あの豚肉の豚肉だけが強すぎる。野菜の感じが分かんない。あ、そうなんだ。結構焼いてるからね。こっち食べないと。手羽先だよね、これ。手羽先。ジャン。あ、ピリ辛、ピリ辛。結構辛い、結構辛い。でもビールのつまみにはね。美味しい。美味しい。うん、いやいや、すごいすごい。ほら、向こうまでずっと。こちらとトイレがあるみたいなんで、ちょっとね、あれ怖いね。どういうことこれ。マッサージ。マッサージ。ナイトマーケットで食事をしてビールを飲んだら、やはりトイレに行きたくなりますよね。トイレがあると聞いてやってきたんですが、そこはマッサージ店の奥という怪しげな場所でした。奥の奥といったところに一つだけトイレらしきドアが見えました。なんて書いてある？ 5,000? あ、トイレは5,000ドン。あ、トイレットペーパーをそれで5,000ドンでもらってトイレ入るってことかな、うん、じゃあとりあえず行っとこう、うんということで、5000ドン払うとトイレに行けるみたいです。こっちはいらないかな。でも焼くの？いや、それ食べられるかな。I curse half you. Gali butter?
Chili onion, mix all your everything you're trying to make. Salt, salt. Garlic butter, chili. Garlic butter. なんだか水のように薄いビールを飲みながらエビが焼けるのを待っています。大きいエビや中くらいのエビなどのコンボセットで50万ドン約3000円です。貝類もおまけしてくれたのでかなりの量になるはず。期待して待っているとついに焼き上がったエビが運ばれてきました。ホタテ、この上に乗ってるのに甘くて美味しい、うん、これ何？手長エビ？これ、こっちやる、で、ここを取って、はい、でもつけて食べるのかな、これ。まあ、それは好き好きじゃない。塩味も効いてんじゃないの。辛いのすればさ、辛いの、海の海からさ、穴開いてて、うん、塩入れてこう、ピューッと食べられる。硬くないのこれ、なんか硬い感じがするけど。少しこそ硬め、硬い、うん、食べられるんですよ、硬め。うん、硬い、よかった言ってタコも来るの。味ついてるのかな、ついてる。よく来てたよ、うん、サクとまた違うタコ、うん、美味しいよ。美味しい。美味しい。かかってるさ、この甘いなんか、ま、ね、マヨネーズみたいな、なんかこれが美味しい。美味しい。あのもう全部でないと、うん、美味しい。これ安いよ、うん。これで全部で50万トン、うん、約まあ2000円ちょっと。50万で2500円で割ると5000円、3000弱ぐらいかな。2500の3000、3000ぐらい、ね、めっちゃお得です。こちらがピンクのこの大聖堂になるんですけど、この向かい側に行くとこのブリオマート&コーヒーっていうところの奥にコンビニがあるんです。こっちから見えるよ。このコンビニ、飲み物もお酒もあとおやつも食べ物もアイスもカップラーメンも全部売ってますので、すごく便利なお店です。はい、今この大聖堂に大聖堂だって、うん、大聖堂に来たんですけど、ちょっとね閉まっているので中に入れませんでした。このピンクの後ろにでかいビル建ってるよ。あ、本当だ、ね、近代と昔の。時間をずらして再び大聖堂にやってきました。中に入れない時間帯もあるみたいなので、事前にチェックしていった方がいいかもしれませんね。
ダナンのピンクの可愛い大聖堂は1923年、約100年前に建設されました。フランスの統治下時代にネオゴシック様式で作られたものです。ダナンの市街地の中心的な場所に立っていますので、簡単にたどり着けると思います。大聖堂の周辺には飲食店もたくさんありますし、ベトナム丼と円の両替所もありますので、また後ほど詳しくご案内したいと思います。2階にも席があるらしいよ。2階にも席が、2階3階席があるって、あ、まあ、1階もあるけど。Pork barbecue and this drink. これ飲み物どうする？あ、ココナッツコーヒー？いや。One。あ、ココココラでいいや。うん、コラでいいよ。できる。何？いっぱい？いっぱい？3階もあるって書いてあったけど。え、オフィスって書いてある。え、大丈夫？え？え？開いてる？どうしよう。ベトナム伝統のバインミーと、なんだっけ、フォークのバインミー頼んできました。ナプキンがない、ないと思ったら、ここに、ここの下についてました、ナプキン。手袋がついてました。知らないでね、食べちゃいました。知らないで、お皿も1個で食べてました。あら、ねうん、使ってません。ちゃんと手袋がある。注意してください。はい、168円。一応こういうジュエリーショップで両替ができます。ここのお店で両替してもらいました。こういうジュエリーの売ってるお店で
両替するのが一番効率がいいそうです。街中にたくさんあるので、こういうところで探して両替してみるといいと思います。待って、青だからって止まってくれない？止まってくれる？匂いがすごいもん、ね、これパクチーの匂いだね。フォーだ、フォーのお店。え、何？ヤシだ、ヤシ、ヤシの。はい、市場に来ました。こちらに小麦は食べるでしょ。うん、あ、上の方もあれだな、ちょっと上に行こうかな。サンドル多いな。아니야여기너무복잡해치워바지어치워바지는약간한국가오냐한국치워바지를봐줘야되니까지금안되겠다아니내가안보이내가있을때사대도2階にやってきました。아結構요まあ大体ね T シャツとか、うん、マレーシアとかであれじゃん、バンコクとかね、I love Dan、 みんな同じやつが売りに行ってる、うん。市場は大聖堂にも近い場所にありますので、多くの観光客が訪れます。食料品や衣料品、家庭用品などたくさんの種類のものが1階と2階に所狭しと並べられていますね。東南アジアあるあるなんですが、ブランドの偽物もたくさん売られていました。ベトナムは1945年までフランスに統治されていたんですが、当時ダナンに住んでいたフランス人が輸入した食材を販売するためにこの半市場が作られたという歴史があるそうです。市場のお客さんがほとんど韓国人のようで、お店の人はみんな私たちに韓国語で話しかけてきましたね。ダナンの大きい市場にはもう一つ本市場があります。売っているものはほとんど同じようなものなんですが、本市場の方が少し遠いのでグラブなどに乗っていかなくてはいけないんですよね。なので半市場と本市場両方に行く必要性はあんまりないんじゃないかなと思います。半市場の営業時間は朝の6時から夜7時頃までで、お店によって異なるそうです。ランメイ、とてもおすすめ、美味しくておしゃれなお店でした。こちらは私たちが泊まっていたプルマンから徒歩3分ほどのところにあるレストランです。ランメイという名前で、店内はとてもおしゃれで美味しいベトナム料理が食べられます。これかいつもの、これこれ頼むよ。そう、これ頼むよ。美味しそうだね、どっちかね。これ何したの？これ揚げ春巻きじゃない？フライド揚げてあるやつ。チキンも美味しい。まずそれ飲み物は、お店の名前はバンメイ。あ、美味しそう。え、食べきれんのこれ。たくさん頼んだけどね。美味しそう。いくら？11万8000円。いくら？700円ぐらい。高くないよね、そんなに。高くない、でも安すぎる。すごいおしゃれだし、綺麗。ライスペーパーに負けって言ってるね。これ
何取るの？全部いらないよな。野菜も挟むのかな？え？野菜とか。本日はダナンの観光名所、絶対外せない場所である神の手を見に行きます。神の手があるのはバーナーヒルズというテーマパークの中になります。バーナーヒルズの駐車場まではグラブを使って行きました。そして駐車場からはシャトルカートに乗って入り口まで行くことになります。バーナーヒルズは入り口あたりがとても広くて、中に入るのにすごく時間がかかります。チケットを買う時間がもったいないので、事前にネットで購入しておくことをお勧めします。今エスカレーターを上がっていますが、こういうエスカレーターに10回ぐらい乗っていって、やっと入場口にたどり着くんです。ここはロープウェイに乗るための入り口です。並ぶレーンによってロープウェイの行き先が違うので要注意です。私たちはそれを知らずに空いているレーンに並んでいて、ロープウェイ別にレーンが作られていることを後で知りました。ネットで購入した入場券をこのレーンにいるスタッフに見せて入場となります。この入場口からさらにエスカレーターに乗って上がっていきます。まだ上がるんだ。ここまでの30分、ね、これは時間かかる。バーナーヒルズはとにかくロープウェイに乗るまでがすごく遠くて時間がかかります。混み具合にもよるとは思いますが、たとえ空いていたとしても距離が長いので相当の時間は要します。中に入って外に出るまでだけでも1時間以上は見ておいた方がいいですね。ロープウェイは8人くらいは乗れる大きさです。空いている時間だと自分たちだけで車両を占有できるのですが、混んでいると乗り合いになります。Train there and now working in India. Oh, oh. Holy moly! Oh, but yeah, we. Big danger, people. Yeah, like this, you would have a white shirt now. I like it. Yeah, it's pretty.
このロープウェイは世界最長にギネス認定されています。全長が約7900メートル、高さは地上174メートルです。しかもここにはロープウェイが5ルートもあるんです。そしてバーナーヒルズは霧や雨が多いので防寒着や雨具を用意していくことをお勧めします。見てください、この霧、真っ白な世界から次々と対向のロープウェイが突然現れます。乗車時間約20分ほどで到着しました。わ、何にも見えないね。霧で真っ白な世界になったバーナーヒルズです。観光名所の神の手はまだまだ遠くにあります。ミーティングポイントにあるインフォメーションで地図をもらいましたが、残念ながら日本語はありません。韓国語も中国語もあるのに日本語はありませんでした。最近は海外で日本語の案内がどんどん減っています。日本人の海外旅行客が激減しているので存在感が薄れているんですよね。なんだか悲しいですね。違うルートのロープウェイに乗って神の手に向かいます。こうして見るとバーナーヒルズは本当に広いですよね。チケットの料金は入場チケットで5000円ほどでした。霧の中に空中浮遊していく感覚がすごくスリリングで面白い体験でしたよ。え、中間地点なの？違うか。いやいや早いもん。え？あ、これ降りるんだ。だって短いんじゃないの？地図を見ながら行動しているんですが、迷ってしまうほどバーナーヒルズが広いんですね。こちらがダナン名物の神の手です。2018年に公開されたこのゴールデンブリッジは神を表現した巨大な手に支えられているというコンセプトで作られました。巨大な親指には触ることもできます。神の手は右手と左手があるんですね。最初が右手、そしてこちらが左手ですね。
待って、向け向けです、はい、はい、上の手です。これ左手、右手、あ、左手だ、左手です。ゴールデンブリッジを降りてすぐのところにまた大きな手や足がありました。それが足、そして顔。ベルボリ、何ベルボリ、ね、うん、これはちゃんと手を振るよ。髪の手、うんうん、はい、映ってる、映ってる。髪の手全体を映すならこちらの撮影スポットがベストですね。すっきり晴れた青空の髪の手が見たかったのですが、あいにくこんなお天気です。でも霧の白さと神の手が神々しさを増していたんじゃないかなと思うことにいたしましょう。なんかこれ木、ね、木だらけ。言い忘れていましたが、正式名称はサンワールドバーナーヒルズです。レストランやホテルもありますので、時間がある方は一日中楽しめます。こんにちは。あ、よかったね、よかったね。おーおーおー、ここが一番怖いんだよね。怖い怖い、すごいなこれ。何も見えません。よかったね、帰りはね、うん、これ見えるか。ちょっと待って、最初スタート、スタート、ここからこう、ここすごい長いですよね、10分以上、20分、うん、20分ぐらい乗ってここで、今日こう回ってこう来て、ここから神の手、神の手の方に行きました。で、帰り、ここからこっちに戻ろうと思ったら、これ、クロス、ストップ、ストップ、ストップ、また戻ってきて、で、こっちから行きました。すごい高いです。多分、今から10分間乗ります。中継点は1個、2個、3個目かな、これで。長いですよ、うん、山の方見ると怖くないね。こっち行ってみて、これ、こっち、すごい滝。お、オレンジ色の屋根の建物が見えてくると終点です。
ぜかピカチュウとかもいるっていうね。バーナーヒルズに個人で行く場合、行きはグラブなどを使いますが、帰りの足がちょっと困ることになります。バーナーヒルズはダナンから車で40分ほどかかるので、状況によってはグラブで車が捕まりにくいかもしれないと思って心配していたんです。すると行きのグラブのドライバーさんが、帰りも同じ料金でいいので待っていてあげると言ってくれたんです。ドライバーにしても40分をタダで帰るよりは数時間待つとしても帰りもお客さんを乗せたいということでしょう。感じの良いドライバーさんだったので私たちはお願いして待っていていただき、帰りもダナンの市街まで送ってもらいました。ドラゴンブリッジが見えてきました。見えない。こうやって車で走るとドラゴンブリッジの長さが体感できると思います。途中、ドライバーさんがガソリンスタンドに寄って車にガソリンを入れました。セルフとかではなくて、普通に車に乗ったままガソリンを入れてもらうようです。こっちはこの市場にやってきました。洋服買えるね。確かにこっちの方が落ち着いた雰囲気だね。うん、若干違う品物が。品物が違う？若干違うかな。うん、これ食べられるんだ。うん。フードコート的なところになってる。How much? How much? 60K. 6万350円ぐらい。6万？5万？No. ここいろいろあるんだね。これもいいじゃない？Vietnam dong. 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 25,000 dong. 25,000 dong. 1,750 won. We are not Korean. Japanese. Japan. ごめんよ。今回はダナン3日間の観光をお届けしました。お散歩トラベルでは日本の旅や世界の旅をご紹介しています。ぜひチャンネル登録していいね、コメントもお待ちしております。
それではまた次の旅でお会いしましょう。